遠足ん動物。送っていただければ読み上げるように頑張りますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。もちろんメールの方ただいまラジオでは CM に移りました。沖縄は成人式ワースト1位だったような気がするんですけど、去年と今日もですかね、結構おとなしかったんですよ。沖縄市はですね、那覇は分からないんですけど、
結構県外で騒いでいた方々がいるとは聞いたんですけど、成人式の流れではそれほどなんか混み合ってはいなかったですね。むしろ結構静かな感じで、このあと夜飲みに行かれる成人の皆様もいると思うんですけど、まあ問題のないように夜を過ごしていただければいいかなと思いますね。ではそろそろ CM が明けます。今回はそのままコーナーに行きたいと思います。エンソ君の〇〇ファンタジー。このコーナーでは生き物に関するさまざまな神話、伝説、また架空の生き物など空想上の生き物など本来は存在しない、実在しないもの、または噂レベルの生き物についてご紹介するコーナーとなっております。今回は干支のイノシシについてお話ししようかなと思ったんですけど、意外とイノシシのお話、いわゆる神話だったり伝説というのは少なかったので、今回は十二支の干支についてちょっとその物語、神話をご紹介したいと思います。まあどんなお話をするのかと言いますと、十二支の順番はどのようにして決まったのかというものですかね。もちろん現実でこういった理由からこういう流れ、こういう順番でなったんだというお話もあるんですけど、今回は塩素くんの〇〇ファンタジー、神様が出てくるある、まあ、神話というんですかね、その物語をちょっとご紹介したいと思います。まず十二支とはどういうものかと言いますと、まあ毎年というか1月必ず聞く干支、十二支という言葉があるんですけど、この十二支とはもともとは中国から伝わった時間や方角を知るために利用されたものです。実は干支と十二支っていうのは同じようで同じじゃないと言いますか、ちょっと微妙に違うんですけど、まあ大体は時間や方角を知るために使っていたものでございます。十二支は十二種類の動物からなっており、ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うし、あ、失礼しました。ヘビ、うし、み、サル、鳥、犬、イノシシとなっています。ちょっとうとかたつとかその読み方したので、もう一回改めて言いますね。十二種類の動物は一番最初からネズミ、牛、トラ、ウサギ、竜、ヘビ、馬、羊、サル、鳥、犬、イノシシの順番で12種類がございます。今回はそんな12種にまつわる物語をご紹介したいと思います。十二支の物語で一番有名なのは、まあどんな流れでこのね、牛虎という順番になったのかというお話なんですけど、その中で登場するのは実はこの十二種類の動物たちだけでなくて、他の動物も登場してきます。中でも一番よく出てくるのは猫ですね。実は神話伝説のお話では十二支の中には実は猫も候補に上がっていたというお話があります。こちらは日本と中国では話の内容がちょっと違うんですけど、大体は結末としてはちょっと似てますかね。今回は日本の物語をお話ししたいと思います。それでは早速お話を読み上げさせていただきます。ある時神様が
動物たちを呼び集め、元旦に自分の元に挨拶に来た順に12番目までを1年交代で動物たちの大将にしてやろうと言いました。ところが集まった動物の中で猫だけはうっかり神様に挨拶しに行く日を聞きそびれてしまいました。困った猫は近くにいたネズミにいつ行けばいいのかを聞いてみました。するとネズミは1月2日の朝ですよと猫に言いました。ネズミは自分が少しでも順位に入れるようにわざと元旦の翌日だと嘘を教えたのです。そうとは知らずに猫はネズミの言う通りに1月2日に神様のもとへ出向き、そこでようやくネズミに嘘をつかれたことに気づきました。結局十二支に入ることができなかった猫はそれ以来ネズミを見かけたら怒って追いかけるようになりましたというお話でした。はい、これが一番有名な十二支に猫が入っていない理由の物語となっています。どこから広まったのかっていうのは多分地方があったと思うんですけど、十二支の物語ではこれが一番有名ではないかなと言われています。もともとは神様は12種類のネズミや牛、トラ、ウサギなどの限られた動物だけではなくていろんな動物を呼び寄せて、で一番最初に来た順から12番目をその年のリーダー、動物たちのリーダーにしてあげると言ったんですね。ですが猫だけはうっかりいつ神様のもとへ挨拶に行けばいいのかを聞きそびれてしまったので、そこにいたネズミにそれを聞いたんです。ですがネズミは賢い生き物でした。ここで嘘をついて猫がその日来なければ自分が順位一番12番目までの順位に入れる可能性が増えるということで、あえて嘘の情報を教えたんですね。それによってそこで猫はある意味脱落となりました。それ以来猫はネズミを見ると追いかけ回すようになったというのがこのお話の結果オチになるんですけど、まあ聞いてみるとネズミがひどいことをしたなという感じがするんですけど、ネズミはやはり自分も動物たちのリーダー大将になりたいという気持ちがありましたので、一匹でもライバルが減ってもらわないと困るので、いろいろ考えた結果嘘を教えたんですね。それぐらいみんな大将になりたかったんですよね。またネズミはとても賢い生き物だったので、自分が足が遅いということを自覚していた牛が1月1日元旦のその前日の夜から神様のもとへ歩いていたのを見かけたら、その牛の背中に乗って自分は楽をしながら神様のもとへ行ってちゃっかり一番目になったというお話が補足としてついています。このようにいろんなことを考えたネズミが結果的に、立場的には動物の中でも弱い立場であるネズミが結局は初めて決まった十二支の一番目の動物の大将になったというお話でした。日本ではそういう理由で猫は十二支に入っていないと言われているんですけど、実はこれ以外にも物語はあります。もう一つ日本に伝わっているお話がこちらは、お釈迦様でしたかね。確かお釈迦様、大仏様、まあ、神様が病気になったことがあったんですね。でまだ生きていた時代の神様と呼ばれていた、まあ名前がちょっとど忘れしてしまったんですけど、お釈迦様でしたかね。まあ仮に大仏様、お釈迦様、まあ神様と呼ばれていた人がある時病気になってしまいました。ですがその病気は薬を飲めば
治る病気でした。そこで神様は使いのネズミに薬を持ってこさせるように頼みました。ネズミは神様の命令通り薬を取りに旅に出て、そして薬を持ち帰る途中でなんと猫に食べられたという結果となりました。その結果、薬は神様のもとへは届かず、結局神様は死んでしまって天国に行ってしまったというお話です。それ以来天国に行った神様は怒って猫は十二支に入れなかったと言われております。自分の使いのネズミが食べられさえしなければ助かったのに、猫が邪魔をしたことによって結果十二支には入れない、またはその神様を慕っていた人々たちが猫は十二支には絶対に入れないと怒ったのが、猫がこの十二支の中に入っていない理由と言われています。そのようにある時にはかわいそうな存在、またある時は自業自得な存在として猫は十二支にいろいろ関わってきているんですね。これが日本の物語なんですけど、では伝わってきた中国ではどういったお話なのかと言いますと、失礼しました、今ちょっと噛みましたね。中国ではどういったお話なのかと言いますと、中国では神様のもとへ挨拶に来た順番ではなくて、動物たちに競争をさせて 1になった順に十二支の干支の順番のいわゆる大将にすると決めました。動物たちでレースをしたんですね。大競争をして、そして1着2着3着とその順で動物たちの1年ごとのリーダーを決めるということを決めたんです。その中には日本で登場してきたような猫も存在していました。猫とネズミはある時とても流れの速い川で立ち往生してしまいました。この川を渡りきらなければ帝、まあ、に中国では神様ではなくて帝、いわゆる王様ですねの元、いわゆるゴールにはたどり着けなかったんですね。ではどうしようかと猫とネズミは考えていたところ、同じようにレースに参加していた牛が、よければ自分の背中に乗りませんかと言いました。それを聞いた猫とネズミは早速牛の背中に飛び乗り、牛の背中に乗りながらその流れの速い川を渡っていきました。そして無事向こう岸にたどり着く寸前、ほっとしたのもつかの間、ここでネズミは考えました。ここでライバルを減らしておけば自分が有利になるのではないかと、そうネズミは考えました。そしてネズミはその時あることを思いつきました。向こう岸近く、もう少しで岸に着く寸前、ネズミはなんと猫を牛の背中から突き落としました。猫は川の中に落ちてしまい、結果そのまま流されていってしまいました。ネズミは猫が水が苦手だったということを知っていたんですね。そうして猫を突き落としてライバルを減らしたネズミはちゃっかりそのままゴールをして、一着でゴールをしたというお話でした。まあちょっといろいろとはしょいだところはあるんですけど、まあこのお話、中国のお話もネズミが猫を蹴落とした、いわゆる妨害をしたことによって結局猫は十二支には入れなかったというお話で、内容とかは違ってくるんですけど、どちらもネズミの策略と、まあ、言っていいでしょうね。ネズミの策略で猫は結局レースでは勝てなかったというお話。それ以来猫はネズミが大嫌い、ネズミを見かけたら追いかけるようになったというお話でした。このように結果や内容が違っていても、ある部分では似ていたり、また内容が全然違っていても、
違っていても国によっては同じオチになるお話がたくさんあります。ちなみにですね、これはドイツかフランス、まあどっちかだと思うんですけど、ドイツ海外では、西洋では猫は十二支に入っています。多分その猫が十二支に入っている理由もいろんな物語があるんでしょうね。これもちょっと調べてみると面白いかもしれませんね。あ、最後にこれ、あ、これはファンタジーとは関係ないのでまた来週お話ししたいかなと思います。来週は遠足の〇〇雑学のコーナーなので、その時に干支のお話を続けて行いたいと思います。今回は遠足の〇〇ファンタジー、十二支の順番が決まった理由の神様の物語、神話をご紹介させていただきました。ではこの辺でコーナーを締めていきたいと思います。エンディングのお時間です。今回は遠足の〇〇ファンタジー、どうして動物たちは十二支でネズミになったのか牛になったのか、またどういう順番でこの十二支の順番になったのかのついてのお話をさせていただきました。ところどころちょっとまあ脈絡がないと言いますか、話が下手なところがあったと思うんですけど申し訳ございません。今回はそんな、まあ神話上、神話の中の十二支が決まったお話をさせていただきました。来週の遠足動物では、遠足の〇〇雑学として引き続き干支十二支についてお話ししていきたいと思いますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。ツイキャスでは、ルドルフさんからいろんな伝説があるんですねということで、本当に日本、中国、またその他のアジア、台湾など国によって同じ文化であってもその文化の成り立ちが違ってきます。その中ではやはり伝説上、神話のお話もだいぶ違ってくるんですよね。これをちょっと調べてみるのもちょっと面白いのかもしれませんね。西洋にも干支は存在するらしくて、その中ではやはり十二支では、日本では先ほど冒頭で言いましたね、牛虎であるんですけど、日本にはいない動物が実は干支に選ばれたりなどしていて、結構違いが出てきているんですね。まあそんな感じでそれぞれの国の干支を調べてみるのも面白いのかもしれません。では今回はこの辺で番組を終わりたいと思います。本日も遠足動物聞いてくれてありがとうございました。遠足失礼しました、ちょっと喉が限界をきてしまいました。遠足動物、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp までお寄せくださいませ。最近沖縄ではインフルエンザが流行っております。インフルエンザだけでなくて、いろんな、まあ、季節が変わるということで体調不良を起こす方々も増えています。ラジオを聞いている沖縄の皆様、また沖縄県外のリスナーの皆様も、風邪には十分お気をつけてお過ごしくださいませ。それではこの辺で番組を終わらせていただきます。最後はサンセットスウィッシュさんのあなたの街で会いましょうをエンディングで終わりたいと思います。本日も聞いてくれてありがとうございました。それではありがとうございました。お送りしたのは FM コザスタッフの遠足でした。